マケペレ福袋センター攻略本福袋後編、アンマン袋をチェック。今日のアマちゃんでございます。アマちゃんがね、クレヨンしんちゃんの袋をチェックしております。何が入ってんだと、アマちゃんのお土産はないのかと。最近アマちゃん抜け毛がすごいですよね。夏毛なんのかな、それともあれかな、あのつるんってしちゃうのかな、脱毛したようにつるんってなっちゃうのかな。どうですかね、あんまちゃん、どう思います？つるんってなるんですかね。ちょっとその辺教えてもらえないですか。あんまちゃん何やってんだろう、ツンツンしてみるか。やめろと、ツンツンやめろと。今誰だと、怒ってる。それでは本編スタートです。魚さんじゃないですね。さあ、ともぷにです。お元気ですか。今日もね、あのワクチン打ってから撮影して編集してるんで、ちょっと文字少なめです。福袋センターでね、いっぱい買ってみたという、そういう話の中で、まあ、これだけね、買ったんですよ。まあ、昨日もね、説明している部分です。こちらはね。まあ、なかなかね、ちょっと、面白そうな福袋があるんで、まあ、今後もね、ちょっと楽しみにしていただければと思います。ぜひね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、今回はね、こちらの、攻略本箱たっぷりセットで、100センチの箱にね、たっぷり入って1980円という、量が多いので前編後編になりましたが、今日は後編です。さあやっていきましょう。ちょっとね、片付けるのも大変でした。さあ、次ですね。もうこんな状態ですからね。捨てたったのを持ってきたんじゃないかって思うぐらいさ、まあちょっとたくさんあるんで、まあ今日も見ててください。今日はね、あまり文字入れできてないんで申し訳ないんですが、まあなるべくね、ラジオ実況のように詳細がわかるように、話していきたいと思います。今ね、くにさんがシールを剥がしミスりました。白くなっております。やばいです。もうダメです。シールがこの状態では剥がしきれないと、プニさんは判断をして、ジッポー色をね、ぶちまけております。さあ、びしょびしょになった、ジッポー色。そのままね、乾くまで待ちますね。一冊目はですね、マインクラフトのパーフェクトガイドって書いてるね。マイクラ P のすべてがわかるってことなんで、スマホ版ですね。私もね、マイクラはね、P 版からやってるんですよね。で、こちら、マインクラフト、家づくり、大攻略。これすごっ。こんな家作ったらすごいな。あ、また出てきた。ポケモンのね、昨日も出てきたんですよ。ブラック&ホワイト。違うな、ブラック&ホワイトじゃない。ブラックとホワイトですよね。なんかあれだよな。ブラック&ホワイトってなんか歯磨き粉みたいになっちゃってるもんな。そんなのなかったっけ？あ、違うのか。ダブリではないわ。完全ガイドとクリアガイドっていうことで。何が違うんだろうな。まあ、二つ合わせて完全クリアガイドです。やりましたね。二冊揃いました。あ、袋閉じて、噛むな。袋閉じ開いてないですね。隙間からね、中身見ることもできなくなってる感じですね。まあ、こちら、袋閉じが開いてなかったやつですね。こっちスーパードラゴンボールヒーローズっていうことで、あのゲーセンにあるやつだ。はあ、こんな攻略本とか出てんの。あ、これはちょっと楽しそう。
ちょっと後でゴロゴロしながら読んでみるわ。いいよね、攻略本ゴロゴロしながら読むにはいいよね。これが分厚いと思ったらスマブラだったわ。うわ、分厚。3DS の。こんなに何書くことがあんの？うわ、すご。これもちょっと見てみたいわ。というわけで、大乱闘スマッシュブラザーズの攻略本でございました。辞書よりすごいな。またなんか束ねたのが出てきたぞ。さあこちらも見ていきましょう。こちらね、ゲームキューブの、攻略本ですね。ペーパーマリオ RPG ということで、完璧ガイドブックって書いてあります。完璧ペキで完璧ペキって何もう噛みまくりだな。ワクチンのせいだな、きっとな。熱があんのかな、もうな。まあ、こちらもね、結構分厚いんですけれども、ちょっと状態が悪いかな。表紙だけね、状態が悪い。中は平気だけど、これもそうだね。ちょっとつや消しになってるところがあるんで。擦り傷、なんか擦れてる感じがするね。擦れてる攻略本です。あ、これね、バンジョーとカーズイの大冒険の1-2の攻略本ですね。これはやったことないな。なんか、アニメのキャラクターなのかな？そんなことはないのかな？ゲームキャラクターかな？じゃあ次、またね、廃品回収みたいな感じになってるけど。ペルソナですね。P3P って書いてあるから、ペルソナ3のポータブルかな？PSP のやつだと思います。あ、書いてあるね、ポータブルって。これすごいよ、デコボコになってる印刷が。分厚いな、これもな。すごいね。いや、ペルソナ好きな人はいいんじゃないかな、ポータブル。PSP 版ですね。こちら、ファイナルファンタジーの7ですね。これはどうなんだろう。知らないな。これ、知らないな。7って、これなの？なんか違う気がしたんだけど。あ、でもこれすごいよ。うわ、これをさ、全部覚えられたらすごいね。でもさ、あれだよね、薄っぺらい教科書はさ、読む気になれないけどさ、攻略本なら全然読む気になるよね。不思議なもんで。なんでだろうね、あの薄い教科書が覚えきれないのにね。これ全部覚えたりするんだもんね。こちらはね、ゲーム攻略大全って書いてる。ゲーム攻略大全。モンスターハンターワールドだって。あ、モンハンのやつか。なるほど。14武器の狩りは極めるとか書いてる。ちょっと待ってこれ。ちょっと待ってこれ。絵が雑だな。絵が雑だけど、あれ好きだぞ、こういうの。雑だな。でも雑だけど分かりやすいな。これはある意味、貴重な攻略本ですぞ。これは面白かった。刀剣乱舞の、攻略本が出てきました。こちらね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。あ、取れた。
うん、これは何だろうな、キャラクターの説明ばっかりかな。そしてベルバラ、うん、で攻略ばっかりのベルバラだね。ベルバラ、ベルバラ刀剣乱舞でした。さあ次ですね、あ、これテイルズ・オブ・ディスティニーの攻略本じゃん。これ意外と綺麗だよ。ナムコ公式ガイドブック。あ、そうでもないか。ちょっとなんか角はね、だいぶ汚れてるかな。まあこれいいですね。テイルズシリーズするには。じゃあ次ですね。ザ・コンプリート。ファイナルファンタジーの6ですね。いや、6 ですね。こんな攻略本なんだ。また本棚に入れにくい微妙な大きさの、攻略本ですね。怒られるかな。いいね。じゃあ次ですね。次は、よいしょ。これもね、ファイナルファンタジー7の、ミッドガルの歩き方っていうね。そういう攻略本ですね。すごいな。綺麗だな。やっぱ FF はすごいよな。グラフィックが。素晴らしい。どんどん高くなっていくな。ちょっと待ってね。こちら。あ、これ乙女ゲーですよ。皆さん待ってたでしょ？アンジェリークと、これなんだろう。好きときめきとキスかな。違うか。恋の呪文じゃなかったわ。あ、フルハウスキスじゃん。2だって。2はね、持ってないんじゃないかな。あ、こんなに分かれますよ、みたいな。フローチャートですよ、みたいな感じの。そんな感じの攻略本だね。あ、これは、これで、すごく、画集というか、設定資料集としてはいいかも。あ、お詫びがありますね。プロフィールになんか足りなかったみたい。公演のね、アンジェリーク。アンジェリークは持ってるかな。さあ次ですね。あ、ゲームの話ね。さっき持ってるっていうの。これは何だろう。袋に入ってるけど、これ読めないな。東京、慶仁学園。かな。まあこれもこれで、すごそうだけど。これがね、2冊。セクシーな女の人がね、出てますね。あ、これね、開けてありますね。残念ながら。開封済みでございます。まあ、そこはしょうがないね。トレーディングカードが5枚入ってたみたいよ。まあ、もし探すときはね、トレーディングカードがあるものを探してみてはいかがでしょうか。次がね、配給ですね。まあ、速攻攻略ガイドだって。いいじゃん。配給好きな人ね、結構いるもんね。私まだ見たことないんでね、見てみたいですね。あ、これは何だろう。トレーディングカードなの？ダウンロードコードかな？未開封ですね。あ、違う。これカード入ってるわ。あ、これひなたっていうのが入ってんのかな？勇者ひなたっていうのが。勇者っていうのかな？そういう名前なのかな？今度ね、配給ちょっとちゃんと見てみます。さあ、こちら。ギャラクシーエンジェルの攻略本ですね。こちらは、どうだろう。初めて見たけど、
まあでも、ちょっとこのゲーム多分持ってない気がする。というわけでね、今回開けてきました、攻略本箱たっぷりセット100センチの箱ですね。それに入っているものを、開けていきましたが、すごい量でしたね。1980円なら安いんじゃないかな。で、あの状態も良かったし。というわけで、またね。いや、どうするこれ。やばいな。どうすっか。ね。まあ、結構厳しいな、これ、縛るのな。あ、まあね、誰か欲しい人がいればね。まあ、プレゼント企画でプレゼントしてもいいけど。まあ、あまりいないだろうな。なかなか、ね、攻略はもう、あれですしね。場所取るしね。あ、そうそう。ジップオイル塗っとくとね、これペロンと、もう剥がれるんで、いいですよ。それでは、またね。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。ちょっとね、なんか、注射打ってさ、体調悪いんで、文字入れがね、少なくて申し訳なかったですけど、すごい福袋でしたね。それでは、またね。